手前箱の裏ローバーから3名の取り返し1人2人もう一人強っそれダメそうですさすがワンキル2キル寄ってきた上からやってきたそこおおでもソルダムさすがだミッドリンクにはデップ泳がせてダブルキルうわ理想的だ3人持ってったまあ武士太ってるからな首回んねえからクリアリングむずいわなそりゃいい手前からのオールドロー攻めそうですねデップのエントリーですただサイト中にはタケジェサジェストが入っていますアンダークローコンにはタケジェナイス横を取ったタケジェのファーストブラッドさらにレイタのカバーが入ったただそのレイタを倒したのはクローです一旦A ショート攻めを匂わせましたけど結果タレットで姿バレてしまったので、ええまあ、やむなくサジェスト音聞いてるよこれ足音が鳴りましたソルダムそれにすそれダメすぐに気づいてこれゼタ時間かけすぎじゃないナイス今勝負しないこれで無理をしないソルダムは勝負をしないうわあ残っているのはラズクロまずは1人しかしアンセムのカバー、うん、ワンバイツリー残ってるのはクローです手前箱の裏ローバーから3名の取り返し1人2人もう1人持っていったこれがクロー強すぎだろクロー強すぎだってクロー言わせないギリギリかからなかった位置リコンボルトの開始はメイン側に入れていますさあここで移ったそこを抜いていくのはソルダムだ下がっていきますその位置ナノサムで少し削られながらですがサジェストもうまいなこれめっちゃうまい超えていき合流しました DM これめちゃくちゃいいねゼータリビジョンサイト中に入るの難しいですがどう展開するかスポーン抜けこの足音はタケジェには伝わっている手前クリアしているうますぎんそれ畳み込む1人窓からのアクション走り込んでいったヘブン社2名で耐えていますソルダム体力ないね人数よりは DFMヘブンからの取り返し1人見えましたアングルを変えてクローが前に出ていくがサジェストがメインの手を倒しています1人は倒したもののカバーの取れるキルシュガーゼロ今度はシュガーゼロかうわこれクラッチしそうワンボイスリーからうわなんとかおもろいねアンセムもいやこれでもゼタめちゃめちゃナイスラウンドだねミッドプッシュの DFM ハイミッドですリコンボルトを入れてからテールウィンドで抜けていくのがソルダムですただリンクに固まっていたゼータリビジョンこのプッシュめっちゃいいな B ミッドを取られたという情報を踏まえてファイトできるまずはヌルコマンドから B サイト側を入っていきますレイタがメインに対してスモーク抜きを試みますがキルには繋がりませんただ少しダメージを与えました振り返ってデップダブルキルしかもこれ死んだのクローさんなんだうわーまあそれは運悪いな起こしましたね起こしきりましたそして裏を警戒するのはラズです裏からはソルダム抑えましたいいアングルでしたこれで人数状況は 5on2 ですスポーン側マーケットからの取り返しフラッシュドライブから入っていくのはアンセムですがその先にはダークカバーが展開されていますメイン側にはラズが隠れていますがここでリコンの返しタケジェ1人返したがベストですサイトの中からデップのキルですナイスラスト10後から入っていくのがゼータマジできついと思うけどなショートにはダークカバーが展開されて先にドアを閉めましたが破壊して入っていく ゼータ強っソルダムそうですさすがワンキル、ツーキル、寄ってきた上からやってきたそこおおでもソルダムさすがださすがソルダムうわぁこれはセーブですねさすがとしか言いようがない今の一本持ち帰りますコリアンジュット代名詞だよなソルダムの長く共にしてきたかつての仲間であれば傾向も読めるだろう。強っ。うわレイタ強っ。その2キルでかいな。今もうイーブンになったこれ。レイタはラズが倒して3名残って。ショーゴ。B サイト入っていきますが、その先にはタケジェイが待ち構えるが、クローがソルダムを倒しています。ボートハンスに対してパラノギア。いやー強いシュガー。シュガー強いねー。おいタケお前下打ちどこ行った約束は。4対2。する場面ないじゃん。ゼータリビジョンです。毎ラウンド異なる攻め方を見せているので。約束守んないのタケジェは。強っ。音もなくショート前まで取れました。ここでリンクのタレットが反応。クラウドバースト。その先にデップがいます。リコンボルト。ここはソルダが破壊できました。足が見えた。お強っ。ソルダムがデップを取った。このさ、ミッドのラボ、もう何なんだ
このナノさんも出るしかありません。これ良くないな。ソルダのシュガーゼロが倒しました。マジで良くないね。うん、ロックダウンを壊す。ロックダウンはハンタースピードを出しました。あ、うまっ。うわー、今さ、テンタさ、グレ投げた後にずっとシュガーゼロ待ってたわ。今マジでダブルピーク徹底してた。セーブの判断ですか。セーブするしかないですね。素晴らしい。でミッドローテート。ただ A サイト側にはキルジョイのサジェスト、そして竹ジェイが待ち構えています。この上でもう一回 B 見据えてませんかこれ。そうですね。いやー、このゼロポイント映らなかった。これ映らなかったの大きいですね。これ寄りますよね。寄りますね。DFM。うわー、うめー。いや、素晴らしいフェイクだ。これはうまい。サイトの中、リテイクを遅延させていきます。壊せないですからね。ミッド、リンクにはデップ、泳がせてダブルキル。うわー、理想的だ。3人持ってった。竹地太ってるからな、首回んねえからクリアリングむずいよな、そりゃ。おわ、圧倒的だー。ゼータが取りましたが、ここは D ヘムセカンドバイです。ただナノスアーム、パラノイアの開始、シュラドステップ抜けてくる竹地は天がさばいている。横に出てくるところに対してはソルダムレイタと2キル返しています。キルトレードはイーブンです。ただ早めの取り返し、クロウがフラッシュドライブで出てくるところがサジェスト、そしてレイタがデップを抑えた。破壊してからのオールトロンです。一人見つけました、うん、したリコンボルトを手前の箱に下ですね。これ降りていきましたが、ここは挟んでいました。 DFM こっから見せるんか。 DFM の方が武器が有利なラウンドです。ショート抜けている。うわ、いいカバー。しかしクロのカバー、いや、めちゃくちゃいいカバーだ。あ、これ良くない、マジで。一人は持っていったが、ラズのカバーです。サイトの中、シュガーゼロ、倒されずに耐えていましたが、レイタのカバーです。これマジ全然…おー、レイタが見てるな、ちゃんと。メインからのキルです。これ、アンセルクで死んだらマジでやばいが、そこには誰もいません。テン、ゆっくりと出ていく。メイン一人見えたが、レイタ。いやー、レイレイ。さすがや。ヘブンした。タケジェ、シュラードステップで位置を変える。ラズを翻弄する。このラウンドはゼータディビジョン調整バイです。簡単なセットアップ。今回もソルダムのエントリーから A メイン5名固まっているのが DFM です。ただここでデップが入ってきたエントリーです。ショートからの取り返し、向こうに1人の方がタケジェ耐えている。タケジェ耐えている。サジェストダブルキル。タケジェ、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 タかなり勢いがついてますね。まあまあまあ、まだ打たんよな、はい、まだ打てるスコアじゃないよな、うん、まだ打てるスコアじゃないわ、余裕ないもんね。決まりましたからね。後続のラズ、そしてでもこれ噛み合うな、綺麗に綺麗に噛み合うけど、うわ、ジャッジ持ってる。いやー、ナブキ持ってますね。これまずいなー。ラッシュと緩急合わせてドライできてる。ドライできたらタレットに反応するぞ。ドローン、おお、見事ソルダム、うまい今のレスポンス。耐えた。ソルダムめっちゃうまいな。エントニーが封じられた。うわー、あそこデトネーションフォーカスミファイボンスリーです。人数有利は DFM。 いい攻めですね。ショートからデップのピークですが、ここはパラノニアで抑えられています。これガチで分かんなくなってきたけど、ただクローが一人倒しましたが、サジェストのまあ両方ともお互いにアルティメットがそんなに強くないからね。これでデトネーション。おもろいや、おもろいや、おもろいや、面白くなってきたな。その点として課題はこの B です。 B メイン、オーディン。いやー、アンセムかなり削られた。うわー、ソルダムミスったな。強いレイト。ただそのラズを仕留めていくのはレイター。ソルダム今あれかもな、うん、ね、足つっかえたんじゃなくて、いいラズさんのオーディン一発もらったからキャラコン遅くなって多分無理だったんだろうな。お、スローで入った。ドライで入っていく。面白い攻め方。天の位置どれだけ耐えられるか。ゼロポイント手前かかってはいるものの、シュラードステップを抑えてから、おお、シュガーゼロいいカバーすぎる。のカバーです。すごいカバーの仕方。今スモーク向きでカバーしてるのがゼータです。シュガーゼロでの取り返しのゼータ。ただそれなんでシュガーゼロ勝負したの。打ち合い一人返しました。2オン2。あ、強っ。あ、これはきついわ。ちょっときつい。ワンオン2残ってるのはアンセム。アンセム、なんでなんでなんで、うわー、アンセム、おー、ディス
スゼーマンセン好調でしたが、このウィークフォードのこれゼータやらかし、ゴリゴリのやらかし、いっちゃんゴミな負け方した。これスモーク越しにソルダム少し削られましたが、エントリーは始まっています。帰れるからず、いやうまなんとか下がりきれましたが、ここからかなり前面に取りに行くのがソルダムです。アンセムのプラントが完了しました。ゼータリビジョンのロックダウンです。ただヘブンさんに当たりに行く。あ、これシュガーゼロがこれ終わった。ソルダムは通しますが、タケシェイがシュガーゼロを取ります。ヘブン2ラズ10のダブルキル、さすがに苦しいか。おっとロックダウン捕まえた。裏からレイター、え、レイターお前やる、泳がすぞ。え、お前かますの。忍び寄ってくる。うわあ、っと見てきた。反応されたね。見てきた。しかもあの反応でよく一瞬で区内投げましたね。ようやくラウンド連取の悪い流れを切りました。ここまで7本連取だったデトネーションフォーカスミ、1本取られてからこのラウンドはどうか。マッチポイントはゼータリビジョンです。変わらずセットプレーですね。ここでデップのオペレーター、アップドロット下がりきった。フラッシュドライブ、ジジもう一度勝負。シュガーゼロダブルキル、そしてクローが続いて、ラストデップが打ち抜いた。抜かなくていいよ、だってまだワンマップ目だ。第1マップアセント、ジジまずはゼータリ